40代女です。現在国家公務員を辞めて一人でフリーランスになるかわからなのですが待っています、えー。前年の収益はゼロから始めて月20万から60万の収入でした。具体的な YouTube 収益や商業出版した本やストック型収入が7万ぐらいになります。あとは風呂型収入です。ぶっちゃけ年、ね、少1億になるにはどうすればいいでしょうかバカげてると思うんでしょうか本気でどうしても年、ね、少1億になりたいです。実家もそうしたの3億ぐらいあるので頼りたくないです。えっと、あの、自分の時間を使わないようにするのを増やしてください。 えっと、多分その月1 0万60万っていうのは、だから YouTube もそうなんですけど、その、僕これ今1時間半ぐらい、1時間ぐらいか、まあ喋ってると思うんですけど、で喋ってこうスパチャが入って、でその後動画広告が作っているシステムなんですけど、編集の時間ゼロなんですよ。なので、あの、だいたいじゃあこれがじゃあ10万円になりましたっていうと、1時間酒飲んで喋ることで10万円なんですけど、これで編集やろうとすると、割と編集って、 下手すると2倍3倍の時間かかるって言われてるんですよ。要はその取った素材をまず見直すので、要は1時間の素材を取ったら1時間まず素材を見ますと。でも2倍ですよねと。で、その後どこ使うっていうのを決めて、あ,そのあらへんで繋いで、で、カットで字幕とか入れて、なんか SE とかって入れてってなると、やっぱり取った素材の3倍は時間かかると言われてるんですよ。なのでそうすると1時間の素材が、じゃあその3倍かかって3時間かかりました。 ででも、そのじゃあ、短くなってるので、動画収益としては、僕1時間の動画なので、広告いっぱい入るんですけど、じゃあ、それが20分の動画になってしまうと、20分の動画になってしまうので、広告の量もやっぱり3分の1ぐらい減っちゃうんですよね。とはいえ、ただ、編集されてる分だけ面白いから、再生数自体は伸びるかもしれないよねっていうところで、多分、YouTuber の人ってみんな編集をするんだと思うのですが、 僕は時間をかけないという、そのコストのパ、コストパフォーマンスの、そのパフォーマンスを伸ばすんじゃなくて、コストを最小化する方で結構考えたい人なんですよ。なんで3倍の時間かけて面白いものをするくらいだったら、3回飲んで喋ればいいんじゃねっていうふうに僕は考えたいなんですよ。要はその えっと、1時間飲んで喋った動画を編集して、なんか再生数伸ばすぐらいやったら、1時間飲んで喋るの3回やった方がよくねっていうふうに。なので、なるべくその自分の時間を使わないっていう形で収益を最大化するっていうのを考えがちなんですよね。例えば、あの、Twitter でその、えっと、東京ガールズコレクションに出た動画を今日そのまま上げたんですけど、 あの、ま、もともとそのなんかあの、ひろゆき切り抜き動画みたいなのをやってる人たちの、なんかあの素材を配った方がいいんじゃねえかみたいな話があって、で、じゃあそれをその、切り抜きをやってる職人さんとかに、なんか一斉に配布するみたいな手もあるんですけど、もうめんどくせえと思って Twitter に書いて、おらよって送っただけで、あれ3分もかかってないんですよ。 で、でもそれで一応伝わるし、で、ついでにあれも見てもらって、じゃあ切り抜きやったら面白いかなって思う人も増えたりっていうのがあったりするので、っていう感じで、その、なるべく自分の時間を使わないというところに僕は重きを置いてるので、結果としてその売り上げが増える、その可能性が高くなるんですよね。要はその、えっ、ー、と、じゃあ、月収20万60万円の仕事っていうのを、大体の人は1日8時間かけてやるわけですよ。 そうすると、月収40万から120万円にするためには、1日16時間かけなきゃいけなくなるんですよ。っていう形でいくと、もう年収1億無理じゃないですか。年収1億に持っていくためには、やっぱり月に800万稼がなきゃいけないんですよ。そうすると、その今やってる作業というのを10分の1の時間でやるぐらいにならないと、年収800、あ、その月収800万ならないんですよ。なので、いかに自分の時間を使わないかっていう形で考えるっていう方向で、 その、要は、何ができるかじゃなくて、何をしないかっていうところで考えないと、1億は難しいんじゃないかなと思います。